フィンランド外相をユリエコス記念とともに、ソ連フィンランド不可侵条約締結に臨む、マイスキー・イワン・ミハイロビッチ・マイスキーは、ソビエト連邦の外交官、歴史家、政治家である。大使に相当する中フィンランド全権代表、中英大使を経て、外務人民委員代理を歴任した。また大使級ではないが、1927年から1929年まで、 日本に対する顧問を務めている。1884年のブゴロド県に生まれる。本名はヤンラ・コビエチキ。聖火はポーランド系で、父は農民出身の軍医である。15歳で社会主義思想に目覚め革命運動に参加するようになり、オムスクの中学校で社会民主主義思想のサークルを組織した。1901年サンクトペテルブルク大学歴史。 哲学部に入学するが、学生運動に参加したことの責任を問われて、退学を余儀なくされ、オムスクに追放された。1902年ロシア社会民主労働党に入党する。第2回ロンドン党大会以降、党はボリシェビキとメンシェビキに分裂したが、マイスキーは両派の間を揺れ動いた。その後、社会民主労働党サマーラ委員会、サラトフ委員会を経て、 1905年12月、モスクワ武装法器を支持するゼネストのオレグに参加し、関係に逮捕され、トボリスクに流刑となった。1908年、ドイツ帝国に亡命し、ミュンヘン大学経済学部に入学した。1912年にロンドンに移り、メンシェビッキの立場を鮮明にする。また、この時期、英語とフランス語を習得したほか、 ヨーロッパ諸国における労働運動と社会主義運動の研究に取り組んだ。1914年に第一次世界大戦が起こると、メンシェビッキは愛国的祖国防衛派と国際派に分裂したが、マイスキーは後者に属した。1915年ロシアに帰国し、2月革命が起こると、ペトログラードソビエト及び労働組合に勤務し、組合活動で活躍し、 社会民主労働党、メンシェビキの中央委員に選出された。1918年、ロシア内戦が起こると、サマーラに移り、サマーラにおける地方政府の労働担当者となる。これが原因で、メンシェビキ中央委員会並びに、党から除名され、1919年メンシェビキとの関係を生産し、1921年正式に、ロシア共産党に入党を許可された。 1922年の社会革命党党員に対する裁判では原告側。1922年以降外交官として活動するようになり、1929年にソ連中フィンランド全権代表、1932年中英全権代表となり、1943年まで務めた。マイスキーはマクシム・リトビノフの親しい協力者として行動した。 スペイン内戦では、非介入委員会のソビエト代表を務める。1939年、第二次世界大戦が勃発し、ソ連はナチスドイツと次第に関係が悪化していった。独ソ戦が開始されるに至り、マイスキーはソ連外務省内で連合国との関係改善の担当責任者となる。1941年には、シコルスキーマイスキー協定に調印し、 ソ連のラーゲリ数十万人のポーランド人を釈放させた。1943年モスクワに呼び戻され、ソ連外務人民委員代理に任命された。ヤルタ会議とポツダム会議におけるソ連代表団にも参加した。1945年外務省を退官し、歴史研究に専念するようになった。 1946年ソ連科学アカデミー会員となり、モスクワ大学などで教弁を取る。しかし、1953年逮捕されて、英国大使時代にスパイ活動を行ったとして、懲役6年の判決を受けた。1955年釈放される。1968年世界史研究所で研究生活を送り、ドイツの政治と外交に関する著作を表した。 1975年死去、91歳をつ、ありがとうございます。